今日北海道で新たに119人の新型コロナウイルスの感染が確認されました。道内で100人を超えるのは初めてです。このうち札幌市の感染者は93人で最多となっています。北海道の鈴木知事と札幌市の秋元市長は感染拡大を防ぐため繁華街すすきのの酒類を提供する飲食店などに近く時短営業を要請する方針を明らかにしています。